こんにちは、ジンジャートークタイムのジンジャーです。皆さんお元気ですか？このチャンネルではアメリカで生活している私ジンジャーが身の回りの出来事やニュースを気ままにおしゃべりしながらお伝えするチャンネルです。ですので皆さんも気ままに聞き流していただけたら嬉しいです。では Let's get started。 今日のトピックはアメリカの介護ホームの様子なんですけれども、アメリカでは非常事態宣言が出されました。そして今介護ホームは全面的に面会が禁止されています。それでこちらなんですけれども、このような映像が今日は目に入りましたのでシェアしたいと思います。これは建物の中に入れなくなったので、ご家族の方がこうやって窓越しにご高齢のお父さんやお母さんたちをお見舞いしている様子なんですね。で、こちらの写真なんですけれども、こちらは椅子やお弁当を持ってきて中にいらっしゃるお母様と一緒に窓越しに一緒にランチを食べながら携帯電話で会話をしているみたいなんですけれども、もう本当に涙ぐましいなと思って見ていました。で、ちなみにこちらの介護ホームではすでに24人の方がお亡くなりになっているんですね。そして3分の1の従業員の方が検査の結果新型ウイルスに感染しているということが分かりました。なのでかなりシビアな人手不足の状態で運営しているということなんですね。で、こういうニュースを見ていたら日本に住んでいる母のことがとても心配になったので、昨日は電話をしてみました。私の母は80歳で、妹家族が近くには住んでいるんですが、一人暮らしをしています。で、電話で話した様子ですと、今のところは元気にしているようです。で、今母がやはり心がけていることは、外出をするときは必ずマスクをして、それから手袋をして、そして電車に乗るときはラッシュ時間は避けて、人が少ない時間帯に電車に乗ってお買い物に出かけているようです。お天気の良い日はベランダに出てラジオ体操をして、それから必ずお散歩に出かけると言ってました。大きな変化は、以前はお買い物に出かけた時は外食など好きだったのでレストランでお食事をして帰ってきたりしていたんですが、最近は食材を買ってきて、そして完全に火を通したものだけを食べるようにしているそうです。それから以前はデパ地下で試食をしたり、グルメのコーヒーの試飲をしたりするのがすごく好きだったんですけれども、今はそれは避けているそうです。それからトイレットペーパーのことに関しても聞いてみたんですが、母は1970年代のオイルショックの時にトイレットペーパーが買えなくてとても苦労した時期があったらしいんですね。なのでそれからはトイレットペーパーやティッシュペーパーなどは多めに備蓄する癖がついていたので、今は十分に足りてると言ってました。なので安心しました。ということで今日私の身近なニュースとしましては、アメリカの老人介護ホームの様子、それから今日本の母がどのように過ごしているかをお伝えしました。では今日も私が撮った映像をご紹介しながらお別れしたいと思います。では皆さん、今日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。